今度はマンドラコンチェルト、ブラウン作曲のマンドラソロとチップオーケストラのためのコンチェルトです。これは本邦初公演といいますか、定期演奏会では初めての試みです。マンドラソロは先ほどから指揮棒を持って皆さんに、後ろ姿ばかりご披露しておりました山本秀人さんです。今度はちゃんと前を向いて演奏してくださると思います。まあ、今まで指揮棒を持って棒を持ってやってらっしゃるんですけれども、ずいぶんその右手というのは疲れてるそうなんです。ですからその疲れてる手で今度マンドラを弾くっていうのはずいぶん大変だと聞いておりますが、いかがでしょうか。指揮の方は、このマンドリンクラブの講師になくてはならない存在の蛭間絹子先生、まあ、コンチェルトやシンフォニーなどこう最高の、技術が必要なものを発表できるというのもこの蛭間先生の厳しいレッスンのおかげだと聞いております。私も先ほど楽屋で先生と少しお話ししたんですけれども、このマンドリンクラブの皆さんがもう子供たちのように随分可愛くて仕方がないというとっても素敵な女性でございます。それでは蛭間先生、そして山本秀人さん、どうぞ入ってください。
山本さんに
マンダリンクラブの OB の方から花束がプレゼントされました。